どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、またまたやってきましたということで、7個ポイントから ANA マイル、ANA スカイコイン増量キャンペーンということで、前回同様ですね、今回も ANA マイルの交換率は 75%、 ANA スカイコインへのね交換率は 150% ということで、前回同様ね、かなりお得なキャンペーンという風になっておりますので、 ANA マイルを貯められている方、またですね、今年ANA のね、ステータス修行とかですね、ダイヤモンド防衛とかですね、されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、キャンペーンのね、詳細いきたいと思うんですけども、公式サイトね、こんな感じになっておりまして、公式サイトにはですね、50% レートアップキャンペーンっていう風になっているわけなんですけども、ANA マイルにはですね、交換率として75%、ANA スカイコインにはですね、150% ということで、かなりね、すごいキャンペーンですよね。で、キャンペーンのね、期間なんですけども、2022年の3月1日からですね、2022年の3月31日までっていう風になります。で、エントリーね、こちら不要のキャンペーンっていう風になっておりますので、7個ポイントからですね、交換していただければですね、キャンペーン対象っていった形になります。で、キャンペーンの特典がですね、先ほどから言っております通り、7個ポイントね、500ポイントを交換していただくと、本来250万円マイルのところが375マイルということで 75%。 またね、 ANA スカイコインについては7個ポイント500ポイントが ANA スカイコイン500ポイントのところが750スカイコインね、交換できるということで 150% でね、交換することができます。で、このキャンペーンのですね、交換完了に関しては2日後から7日後までにね、積算っていった形になります。で、今回のね、キャンペーンなんですけども、特にね、注意していただきたいのは、今日ね、2月の21日の月曜日なんですよね。で、このキャンペーンですね、発表は早かったんですけども、3月1日からのね、キャンペーンっていう風になっておりますので、今すぐ交換されてもですね、増量されませんので、この点ね、注意していただきたいなと思います。私もですね、ちょっと紛らわしいので、3月1日過ぎてからね、このキャンペーンの解説ね、出そうかななんていうふうに思ってたんですけども、先日ね、こちらの動画で解説させていただいた iPhone、Apple Watch の7個で累計5000以上ね、支払いしていただいた方に507個ポイントがね、プレゼントされるっていうね、こちらのキャンペーン解説のね、動画を出させていただいたんですけども、このキャンペーンでね、もらえるポイントも7個ポイントっていうふうになっておりまして、またね、このキャンペーンでもらえるポイントは3月18日のね、朝6時以降にね、ポイント付与されるっていう風になりますんで、おそらくですね、今回の ANA マイル、ANA スカイコインへのね、交換キャンペーンにも間に合うと思いますので、もしね、やられてない方はですね、こちらの動画の解説ね、ぜひ見ていただいて、7個ポイントね、ゲットしていただいて、今回のキャンペーンね、3月1日以降にね、交換ね、していただければなと思います。こちらのキャンペーンもですね、非常に簡単で、7個をね、5000円以上、iPhone もしくは Apple Watch の7個ですね、こちらで支払っていただくと、まあ、500ポイントがね、もらえるっていう風になるわけなんですけども、この7個っていうのはですね、Amazon ギフト券のようなポサカードっていうね、各種ポサカードもね、購入することができるっていう風になっておりますので、かなり簡単にね、この5000円っていうハードルをね、クリアできるかなっていう風に思いますので、私もね、水道料金ね、先日来まして、今ね、紙でもらっちょうどよかったんですけども、紙でもらってまして、まあ、それをね、7個で支払って、このキャンペーンに乗ったっていった形になりますんで、ぜひね、こちらのキャンペーンも乗ってですね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、今回ね、7個ポイントから ANA マイル、ANA スカイコインね、交換していただくと、ポイントがね、増量されるキャンペーンという風になりますんで、この7個ポイントっていうのはですね、ポイントサイトからのポイント移行でも、ポイントで増量キャンペーン載せることができますので、各種ね、ポイントサイトからのポイント日数もね、ちょっと紹介していきたいなと思います。ちょっとね、こちらの表を見ていただきたいなと思うんですけども、私がね、お勧めさせていただいている、チョビリッチ、ライフメディア、ポイントインカム、ハピタス、あとポイントタウンですね。まあ、ここからですね、ドットマネーを経由して、7個ポイントにね、交換していただいて、ANA マイル、ANA スカイコインね、交換していただくっていう流れになります。で、チョビリッチであればドットマネーに即時に交換できて、ライフメディアとポイントインカムは
翌営業日、ハピタスの場合は3営業日でドットマネーに交換できて、そこから4日日以内にですね、7個に交換することができます。で、ポイントタウンはですね、こちらも即時でね、ドットマネーに交換できますんで、まあそこからで、ね、4営業日でですね、7個ポイントに交換することができます。で、7個ポイントから ANA マイル、ANA スカイコインについては先ほど言った通りね、2日から7日以内にですね、積算っていった形になりますんで、ほとんどのね、ポイントサイトが7個ポイントまでね、まあ5日ぐらいで交換できますよね。で、そこから4日っていった形になりますよね。で、ハピタスだけちょっとね、3日営業日かかりますんで、まあここもね、まあ1週間ぐらいでね、7個ポイントにね、交換することができるっていう風になっておりますので、こちらね、3月1日からね、始まるキャンペーンっていう風になるわけなんですけども、まあ3月に入ってね、すぐやんなきゃいけないみたいなね、そういったキャンペーンではありませんので、まあ第1週、第2週ぐらいまでね、第3週もいけるかなっていう感じで、結構ね、3月に入ってからもね、十分キャンペーンね、利用することができますので、ぜひね、この表ね、参考にしていただいてですね、利用ね、していただければなと思います。ということで、今回ですね、7個ポイントから ANA マイル、ANA スカイコインね、増量キャンペーンということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、このキャンペーンですね、2021年の10月にもですね、同じ内容のキャンペーンがね、来たんですよね。で、今後ね、このキャンペーンもしかしたら定期的に来るのかもしれないですね。というのも、この今回のね、マイルの 75% の交換率で、これポイントサイトから ANA マイルにね、交換することができているわけなんですけども、今現在ですね、東急ルートっていう 75% でね、交換できるルートがありますよね。3月31日でこのルートがですね、閉鎖になってしまいますので、4月以降ですね、このルートはもう使えないんですけども、もしかしたらですね、このキャンペーンね、年に2回ぐらいね、来るのかもしれませんので、もしかしたらですね、4月以降はですね、今現在だと、JQ みずほルートっていうね、 70% の交換率で交換するしかないんですけども、このキャンペーンがね、1年に2回ぐらいね、来るようであればですね、 5% ね、交換率高いですし、またね、交換する手間もね、結構少ないので、かなりいいですよね。ですので、今後ですね、ひとまず今年になりますかね、ポイントサ4月以降ね、ポイントサイトからのポイントを交換するのちょっと止めていただいて、もしかしたらね、このキャンペーンが来るかもしれないので、10月とか9月とか8月とかにね、そこら辺ね、一回様子見てもらって、来たらこのキャンペーン乗せる、来なかったら JQ みずほルート乗せるみたいなね、まあ、そんな感じでね、利用していただくのがね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんね、マイルに余裕がある方だけにはなりますけども、いや、このキャンペーンね、定期的に来てほしいですよね。やはりね、5% 高いっていうふうになりますんで、まあ、できるだけね、高交換率でね、ANA マイルにね、交換できた方がね、いいですよね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。